回は経営者の方には参考になるんじゃないかなと思います。会社の業績を上げるコツ、これはですね、どんな業種であろうと、どんな職場であろうと、どんな仕事のいろいろこうお客様商売だったり、飲食店だったり、運送業だったり、業種は違えども、お客様の業績とか売上を上げるのは、仕事のできる人を集めるコツって皆さん言われますけど、仕事のできる人を集めても業績は伸びないと思います。実はですね、頭のいい人を集めてみたり、仕事のできる人を集めてみたりしても、必ず会社というのは2対6対2の法則というのがあって、2割がもう自分の右腕になって仕事してくれる人、6割が普通に仕事してくれる人、あとの2割がどうしても人をかき乱す人、遅刻してきたり、もう忘れてきたり、ミスしたり、クレームもらう人だったり、いろいろ性格が難しい人だったり、これの法則で会社は成り立ってるんで。でもですね、業績を上げるために一番必要なのは、私は空気作りだと思います。そこの空気が不平不満、愚痴、妬み、嫌がらせ、空気が重たくなると、この重たいところの空気感はお客様は寄ってこないです。お客様はこの気を感じて、空気がいいところ、なんか落ち着くところ、すがすがしいところ、明るいところ、うわーっていうところにお客様もお金も集まるんです。っていうことは、空気を作れる人が何人いるかなんですよ。仕事できる人よりも明るい人だったり、みんなに気を使える人だったり、自分の機嫌は自分で取れる機嫌取りさんが何人いるかで業績は上がると思います。仕事の早い人とか、頭の回転が早い人とか、手が早い人とか、そういう人を集めて業績伸びることは絶対ないと思います。空気を作ることです。その空気は自分のことでイライラする人とかじゃなくて、自分の機嫌は自分で取れて、いろんな人を嫌な思いさせずに、空気感がちゃんと作れる人を集めることで業績は伸びると思います。だから私が一番こだわってるのは、社員たちをいかに楽しませれるかにこだわってます。だから社員たちに楽しませるために、社員たちを健康にできなくて、お客様は健康にできないと思ってるんで、無料の社員食堂を作って、それは喜びますよね、社員たち。それで次何を喜ぶかなと思ったら、赤ちゃんたちがいつもこう遊びに来れる状態、社員たちがいつでもお産ができて、子供が産めて育てれる環境を会社で作った、無料のキッズルームを作って、次は何を喜ぶかなと思ったら、社員食堂で手作りの味噌を教えて、そしてお米の作り方を教えて、そして無農薬の野菜にこだわって、社員たちを健康にしてやろうと思って、仕事と家事の両立を教えていって、だから仕事でああしなさいこうしなさいと言ったことないんです。でも家事と会社の仕事とその両立を教えることによって、生活が楽しくなるコツを教えていったら、みんなが子だくさんになっていて、幸せを感じていって、それが空気となり、業績は上がっていくんです。参考にしてみてね。またねー。